サッカー九州リーグに所属する沖縄エスワウです。リーグ戦を無敗で制した今年もアマチュア最高峰の舞台であるJFL 昇格をかけた全国地域チャンピオンズリーグに進むことが決まりました。ただそもそもサッカーにはいくつリーグがあるんだと混乱される方いらっしゃると思いますので、まずはその解説からしていきたいと思います。こちらですね、日本のサッカーリーグは図のような構成になっています。よく名前を聞くのは J1、J2、J3 といったカテゴリーだと思います。沖縄エスパウが所属するのは地域リーグです。北海道から九州まで全国を9つに分けたリーグなんですが、そのうちの一つである九州リーグに沖縄エスパウは所属しています。クラブが目指すのはこの一つ上のカテゴリーである JFL に昇格することです。では沖縄エスパウが JFL に昇格を達成するために必要なことは何なのかと、それは全国地域チャンピオンズリーグと呼ばれる大会に出場することなんですね。はじめに行われるのが1次ラウンドと呼ばれるものです。ここでグループ首位になった3チーム、図の場合でいうと A から C の3チームと、それから2位の成績上位1チーム、今回仮に D としますけれども、この合計4チームが決勝ラウンドと呼ばれる総当たりの戦いに進むことができます。さらにこの決勝ラウンドで2位以上になれば晴れて JFL 昇格ということになるんですね。長旅です。今季無敗で九州リーグを制した沖縄エスパウは全国地域チャンピオンズリーグへの出場権を獲得しているので、まずは1次ラウンドを突破するというところを目指しています。さてそんな悲願の JFL 昇格を目指す沖縄エスパウですが、負けなしでシーズンを制したものの、負けなかったことによる課題も見えてきたといいます。地域チャンピオンズリーグまでちょうど1週間となった先週金曜日、トレーニング開始から30分ほど経った頃、選手兼任監督高原直弘の檄が飛びます。グラウンド入ったらスイッチで、グラウンド入る前にもうここに入ってきたら、もう本当に2時間しっかりやろう、もうスイッチ出ろよ。今シーズン20試合ある九州リーグで黒星はゼロ。負けなしで駆け抜けてきた沖縄エスパウですが、先月行われた全国社会人サッカー選手権大会では2回戦敗退。まあもうそれはもうプレーが証明してる、はっきり言って、やっぱり1年通して戦ってきて中で本当にありえない失点の仕方だったので、でそれというのは なぜ起こるのかなっていう、やっぱり何かこう調子に乗ってる、そういう選手がやっぱりいてしまったことで、チームとしての質だったりとか、やっぱりそういったものが保たれずに、やっぱり総崩れしてしまったっていうのが、やっぱりダメージがあったっていう。勝つために戦う勝負の世界で、勝ち続けたことによって起きてしまった敗戦。日の丸を背負い戦った高原の放つ言葉には重みがありました。どのチームも自分たちのやっぱり人生をかけてみんな戦ってくるわけですよね、当然ですけれども、でそういう相手に本当にだから、じゃあそんな状況でそんなやっぱりその自分たちがおごってるようなことを思ってるような選手がいるチームがやっぱ勝てるかって言ったら、当然ですけどやっぱ勝てるわけないんですよ、そんな甘い大会じゃないし、それを嫌というほど味わってきたわけですよね。俺らは特にこの2年間はロスタイムで失点したのが痛手になって2年連続で結局決勝リーグに進めなかったわけで、苦しんだ時間を糧に4回目の地域チャンピオンズリーグに挑むチームは例年にない選手層を誇り、誰が出てもチーム力を落とすことなく戦い続けられるといいます。中でも注目はリーグ戦出場18試合で22ゴールを決めた身長185センチの長身フォワード市木隆一。顕著に現れたのは今季ホーム最終戦でした。巧みなコントロールで先制点を挙げると、2点目も市木、3点目を決めハットトリック。さらに高原の折り返しに一気抜群の得点感覚で
この日1人で4ゴール。今季新加入の一木が最前線でチームを支えます。まあ、僕一人で取った点ではもちろんないですし、まあ、チームメイトの、まあ、繋いだパスが、まあ、自分に来たりとか、そこを、まあ、フォワードとしてどうやってボールを受けるかとか、まあ、そこを結構意識した結果が、まあ、得点に繋がっているのかなというふうに思ってます。でも本当に自分の財産だと思ってます。まあ、盗むじゃないですけど、いいところは盗んで自分に、まあ、生かしていきたいなというふうに思ってます。だから自分たちがこう取り組んできたことには当然自信を持ってます、はっきり言うと、うん、ただやっぱりそれをやれないようにしてしまうのはやっぱり自分たち次第なんですよね、結局は、うん、だからやっぱそこを、まずやっぱしっかりと当たり前のやっぱり戦うところっていうところを、うん、まあ、準備するのが大事かなと思います。うん、通常1週間に1回のペースでリーグ戦を行いますが、地域チャンピオンズリーグは1日1試合のペースで3日に3試合と超過酷。まずは初の決勝ラウンド進出へ、11日金曜日から始まる1次ラウンド突破を目指します。